Salve amiche, bentornate nella cucina di Bellissimo. Minasan, bellissimo no chisai chisai kitchen e okarina sai mase. Minasan genki desu ka? Jinsei ga moregatte masu ka? Kyou wa nanto ano recipe desu yo. Ne. Ano recipe desu, ano power ga sugu recipe ne. Italia de sore o tabereba sugui power ga demasu. Funya funya no mono ga genki ippai ni narimasu. Minasan genki nai desu yo ne? Dakara Beri chan ga ii hōhō oshiete agechimasu. Italia no aru mono tabereba sugoku genki ga demasu node, kyō wa sono recipe o shōkai sasete itadakimasu. Kyō no ryōri wa tiramisu alle fragole. Tiramisu って言えばもうね、伝統的なティラミスそのものがあるんですけども、いろんなバリエーションがございます。そしてせっかく日本に来てますから、今美味しい美味しい美味しいイチゴがたくさんあるんですね。そのイチゴを使わせていただきます。ティラミスはレフラゴレっていうのは、イチゴのティラミスのことですね。こちらは材料でございます。美味しいイチゴを準備してください。まあ、日本には手に入りやすいですね。とてもブォーノです。そしてミルクですね。牛乳です。美味しい牛乳にしてくださいね。最近そういうのあんまりいろいろありますから、美味しい牛乳にしてください。そして卵の卵黄だけ、卵黄、イタリア語で il tuorlo dell'uovo って言うんですね。それはね、いいですね。あとはお砂糖とちょっとお酒入れると美味しくなりますね。今日はちょっとリモンチェロを使わせていただきます。主人公これですね。今日はこれ見てください。主人公はこちらです。このサボヤーディっていうフィンガービスケットですね。サボヤーディ派、あとジンティリーニっていうね、ジンティリーニっていうとても美味しいビスケットもあります。それもよく使ったりしますね。ジェンティリーニはちょっと日本に手に入りにくいですね。あとはパヴェシーニっていうのも有名で、そういうビスケットを使うことがあります。そしてもしこのティラミスっていうことで、いちごを切っていきます。Guarda che bello, guarda che spettacolo, che crema, すごい creamy ですね。このクリームを準備してください。そして隣に牛乳を準備して、さらにですね、さらにこれ、リモンチェッロとマリネしたイチゴですね。いい感じになってます。この3つを準備してください。そしてこれからです。タッパを準備してください。そのタッパの中にまずね、クリームを塗って、そのビスケットを牛乳につけるんですね。牛乳につけて卵を、作って、そしてさらにクリームを乗せて、そして、いちごを乗せて、やった方が早いね。まあ、ミルフィーユ状にしていきます。ということでですね、これを冷蔵庫に寝かせるんですね。まあ、せめて3、4時間ね、最低3、4時間寝かせます。ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメント欄に投稿を忘れずによろしくお願いいたします。
ていうことで皆さん4時間経ちました。本当に眠くなりますね。だから、まあ、一晩寝かせた方がいいっていうことですね。ということで冷蔵庫からティラミスを出してみましょう。そして切ってお皿に盛り付けます。このままでもいいんですけども、もしあればココアパウダーを茶こしでね、上からこう、振りかけます。さて早速いただきたいと思います。 vediamo un po' come sto tiramisu alle fragole no? いちごのティラミスでございます。ママミアね、これ早速いただきます。まあね、このティラミスアレフラゴレは時間が経って全部そのクリームとか牛乳といちごのエキスがビスケットに染み込んで柔らかくなって口の中に味が広がって、もう最高にうまいんですよ。ボニッシモですね。ということで皆さん、これねもうパワーがつきますね。ぜひ皆さん作ってみてください。とても美味しくてパワーがつきます。ということでまた次回お会いしましょう。チャオ。